はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。あにゃあにゃ、可愛い,いですね、みけたん。ね、今日はみけたん特集ですね。はい、見てください、この、このね、おてって。はい、ほら、ほら、ね、可愛いですね。キューッとしてますよ、キューッとね。はい、ね、みけたんかわいいですね。 はい。もう自分がね、可愛い,いってこと知ってるんですよね。あざ、あざと女子でございますね。見てたね。はい。可愛い,い、可愛い,い。ね。はい。皆さんどうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。まがおです。はい。えっ、ー、とですね、二つの記事ご紹介して、えー、ね、いきたいと思ってます。はい。まず、あの、日刊スポーツの え、引用記事ですね。これね、あの、ニュースキャスターの辛坊さんってご存知ですよね。あの方が言ってます。はい。あの方の意見でございます。まあ、あ私もでも同じ意見なんですけど、えー、まあね、えー、ヤフーニュースさんが取り上げております。100均が異変を起こしていると。100均異変でございます。はい。 えっとですね、辛坊さん、焼き芋を食べるのがね、すっごいお好きだそうで、はい、焼き芋ですね。えー、黒いアルミホイルっていうのがね、100均に売ってるんですけど、前はね、100円で、はい、3メートル。はい、100円で3メートル、この黒いアルミホイルが入ってたので、まあ、おしい焼き芋もね、気軽に作れたんだよっていうことを言ってますが、今、なんと2メートルになってます。 はい。ということは、実質ね、3割の値上げということになりますね。はい。実質3割、今日、はい。33.333%、えー、33 33値上げしてますよということです。はい。えわかりますよね、これね。実質すっごい値上がっちゃってるんですよ。えー、皆さんもわかると思いますよね。100均のゴミ袋とか、まあまあ、なんていうの えー、枚数入ってたのが少なくなってきてますよね、今ね。はい。えー、今ほとんど買わないんで、あの、もう備蓄しちゃってるんでね、数年分。えー、何がっていうのは、あのー、あれです。いわゆる、排水口のネットでございます。はい。えー、まあ,あー、ほぼほぼ備蓄終わっちゃってるんで、もう今、あのー、あまり買いに行かないんですけど、えー、まあね、えー、 多分前はね、50枚、60枚入ってたんですよ。今ね、多分そんな入ってないと思います、これも。はい、排水口のネットでございます。ネットっていうかね、えー、不織布のやつ,つく使ってるんですよ、私、えー。不織布の排水口のやつね。えー、あれ、すごい便利で、あのー、まあ、目詰まりしやすいんですけど、 えでもね、ゴミはキャッチするんですね。なんで、こまめに取り替えればいいだけの話なんで。えこれ大量に買いましたは。安いうちにね、去年。去年、まあ、去年のね、何月頃かな。もう12月ぐらいにはもう全部備蓄終わってますんで、これのね。え去年のね、もう、あのー、前半にはもう買っちゃいましたね。数年分。はい。えー、排水口ネット。はい、なぜか。はい。えまあ、今もうちょっと枚数減ってると思います。 はい、えー、まあそういうことで、えー、皆さんもねわかるとは思うんですけど、えー、全部ね、えーまあ、100円では買えるものの枚数が減ってたりとかメートルが減ってたりとかするんですよ。で辛坊さんねダーキしさんはこんなの見てないんだろうなと。 まあ見てないでしょうねえ。見てるはずがございません。はい。あの人、富裕層ですからねえ。自分で買いに行ったこともないと思いますよ。はい。自分でそういったね、100円のこまごましたものをね、買いに行くと思いますか思わないですよね。はい。なんで、確実に見てないと思います。見てません。これね、この前もちょっと出したんですけど、 これダイソーで前。はい。これ半年以上前ですね。買ったものです。キッチンスポンジ。これすっごい使いやすくて、私お気に入りなんですよね。マイクロファイバーのね。4枚入ってて100円だったんですよ。今この商品ありません。この商品自体ありません。はい。300円均一で8個入りになってます。はい。でも、この前見たら新しい商品は 6, 6枚入りで300円でした。 はい。わかりますこの上がり具合。これ同じダイソー系の系列の300円ショップなんで、えー、まあ,あ、ほぼほぼ同じものですね、えー。プリントはちょっと違いますけどね。はい。ほぼほぼ同じものです。えー、これ非常に使いやすくて、えー、まあ、食器とかお鍋とか傷つけないでね、えー、落ちもいいんですよ。はい。汚れ落ちもいいんです。すっごいね、気に入ってるんですけど、 えー、この100円のこの商品はもうないです。はい。枚数が減ってるとかじゃなくてもうないです。はい。えー、探したんですけど。まあ、あるところももしかしたらあるかもしれませんけどあ。まあね、その場合コメント欄にお書きください。で、300円ショップで8個入りになってます。同じものです。はい。まあ、そういうことでございますね。わかりますかこれ。はい。辛坊さん言ってますよ。で、 えー、みんなに気がついてほしいと。こういう変化がもう起きているよっていうことに気がついてほしいと。言ってるんですよ。気がつきませんもんね、みんなね。変な話ですけど。まあ私のね、こういった、あのー、動画見に来てくださる方は例外です。はい、えー。言っておきます。例外です。一般の方は気がつきませんね。 本当にもうこういうふうにね私がね愛用してるもの欲しいって言って言ってないっていうのは気が付きやすいんですけどそうでもない限り気が付きにくいですよね。はい。これが現状でございます起きている。ただねこの記事の中では原因は円安だって言ってるんですけどその円安の原因までは触れてませんのでね はい。原因は円安だって言ってるんですけど、でもね、あの、実際はあんまり円安関係ないんですよ。100円ショップは。あの、こういった商品の仕入れ先がね、えー、大体中国なんですよね。C の国は、これメイドインチャイナですね。はわかります書いてあるメイドインチャイナっね。メイドインチャイナでしょ。えー、チャイナもね、今すごいんですよ。何がすごいかっていうと、人民元安がすごいんですよ。 はい。人民元もどんどん安くなってるんで、日本円も安くなってますけど、人民元も安くなってるんで、レートにしたらね、あんまり変わってないんですよ。人民元と日本円でね見、見、比べてみるとね。えー、なんで、人民元も安いんで、まあ、円安が原因っていうのは、ちょっと違うんじゃないかなって思ってます。わかりますよね、この辺ね。 はい。これが仕入れ先がね、アメリカとか、ーヨーロッパとかだったら、確かに、円安っていうのは関わってきますけど、今、人民元もめちゃくちゃ落ちちゃってるんで、はい、安くなっちゃってます、人民元も。なんで、あんまりね、レートとしては、あまあね、えー、あんまり日本円と変わんないんですよ。なんでね、えー、人民元も安いんでね、円安だけが原因じゃないんですね。 まあ、一、一端はあるとは思うんですけど。はい。それよりも、こういったものを作る原料自体が高くなっているんですよ。はい。円安とかね、そういうものっていうよりも、原料自体ですね。これ、あの、マイクロファイバーのキッチンスポンジなんで、え石油ですね。石油製品です。はいえ。石油製品というのはどういうことなのか、皆さんわかりますよね。 はい。えー、確実にわかると思います、これ。はい。人民元もね、まあ今安いんで、すっごい人民元安なんで、あんまりレートとしては本当に変わらなくなってるんですね、日本円とね。えー、まあ、貨幣価値、あんまり変わりません。なんで、えー、まあ、日本円が安いからっていうのはちょっと百し、100均商品ですね、に限っては違うかなと思ってます。 それよりは原料高ですね。こういった製品を作る原料が高くなっているので、えー、上がっているという見方の方が私は正解なんではないかなって思いますよ。はい。えー、どういうことかわかりますよね。どんどん物不足、これ、深刻になってます。はい。これ見てわかりますよね。物不足が深刻になってるんです。はい。 えなので、えー、まあ、今のうちに備蓄ですね。はい。で、もう一個、もう一個なんですけど、住宅金利のことについてね、記事が出てました。皆さん、ほんと、勝ち負け、勝ち組と負け組がね、今、住宅を購入した人の間で、 出てきてきいいいいるとととうううここですどういうことかはい、一番高い時に買っちゃった人はいでこれからもしかしたら金利も上がるんで大変なことになるかもしれませんでもですね、えー、まあ知ってる方は知ってるんですけど今暴落中です住宅価格はい暴落中なんですよなんでね ええー、まあね、ええー、まあもっともっと暴落します、多分。はい。もっともっと暴落します、住宅。ええー、いわゆるね、ええー、まあ生活厳しくなってくる、来てるんで、えー、買えないっていうのもあるんですけど、まあね、中古の住宅なんかも暴落しますよ。あのー、まあわかると思うんですけどね。はい。えー、住む人があど,んどんどんどん減ってます。空き家が多くなってます。 はい。こういうのを売りに出してもね、えー、まあ、高い金額だとなかなか売れないんで、安くなります。はい。えー、空き家が多くなってるんですよ。まあ、これ以上突っ込まないでくださいね。はい。えー、わかりますよね。言いたいことね。はい。えー、持ってる家の人が、あ、それを持ってるね、4の方がね、まあ、高齢化でね、皆さんね、4されてるということで、どん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 空き家が増えちゃってるんですよ。 まあね、これの原因は、あね、えー、言いませんけど。はい、言いませんけど。もちろんね、あのー、高齢者の方でもお元気な方はいますからね。お元気な方はね。まあそういうことでございます。はい。えー、原因は皆さん分かってても書かないでくださいね。はい。えー、住宅価格があ、今暴落してます。はい。安くなってきてます。 えー、そういう事情があるんで、まあ高い時に買うのはね、おすすめできません。まあ本当にね、あと2年ぐらいすればね、2年っていうかね、まあ馬年も中盤になればあ落ち着くと思うんで、この傾向がね。なんで、えー、まあ皆さん、買うのはやめた方がいいですね。はい。やめた方がいいです、住宅とかね。はい。えー、金利も上がっちゃったら返すの。 大変になるしね。まあ、それで、あの、積まれてしまうのもね、どうかと思うんで、はい、我慢しましょう。はい。まあね、えー、そんなにね、一生買うなと言ってるわけじゃないんでね。はい。えー、そういうことでございます。まあ、いくらね、えー、なんていうのかな、使っても、 湯水のようにお金はうちにはいっぱいあるんだよっていう方はどうぞご購入ください。はい、えー。その場合はね、ローンなんか組まなくてもね、現金で買えると思うんでね。はい。まあそういうことでございますね。まあいろいろね、こう起きてきてるんですよ。はい。ついに100均の商品について、えー、まあ有名なね、キャスターの方が言い出しました。はい。 物不足が広がっています。はい。まあ、これ、円安のせいだって言ってますが、まあ、材料不足のせいですね。私から言わせると。はい。見てください、これ。まあ、同じ、これもダイソーさんの系列のお店です。はい。はい。4枚で100円だったのが、8枚で100円で、8枚で300円です。はい。 でもってですね、えー、次に、まあ、出される品が6枚で300円になってたんで、まあ、これをねあるうちあとに2つか3つ買ってこようと思いますはい、えー、まあいろんなものがねこうやってねどん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 と値上がりしていくんですよ。はい百均商品も例外ではありません えー、まあね、わからない方は、100円金についてね、何言ってんのまだいっぱいあるじゃない、100円のものって言ってるんですけど、まあ、よく見てくださいよということです。はい。よく見てくださいよということです。はい。お分かりになりますよね。えー、辛抱さんも言ってますよね。気がついてほしいって。はい。気がつかない人がめちゃくちゃ多いということですね。はい。 えー、残念なことです、本当に。もうみんなが気がつけばね、えー、いいんですけどね、なかなかね。はい。気がついた人はあ、もうさっさと備蓄をしましょうということですね。それではまたごきげんよう。沖縄おばばでございました。にゃっ、かわいいねー。